今回はレバノンの牛丼とも言われているハシュエイを作るわよ。レバノンの牛丼。霊夢霊夢、どうしたのマリサ。はい、レバノンの牛丼。はぁ、レバノンのん。で、これだとレバノンの牛丼じゃなくてリバノンの牛丼じゃねえか。その値段までもわかる人いるの？それでレバノンってどこら辺にある国だったっけ？レバノンはレバントと言われる東部地中海沿岸地方にある国よ。そっかそっか。そういえばレバノンって言えば、日本の車メーカーで偉くなったミスター・ビーンが逃げたのがレバノンだったよな。カルロス・ゴーンはミスター・ビーンの足ってわけじゃねえから。そこはほら、ミスター・ビーンを5文字変えたらカルロス・ゴーンなんだぜ。最後の王以外全部変わってんぞそれ。ダンスにゴーンのことはいいからさっさと話し進めようよ。もはや人じゃねえよそれ。って言っても、単純にネットを見てて見つけたハシュエイを作るだけなんだけどね。なになに、確かにレバノンの牛丼って紹介されているんだぜ。作り方も簡単そうみょんね。っていうかスマホどかしてよ。ハシュエイは家庭によって作り方が違うらしいけど、これは日本で手に入る材料で作れそうよねってことで。材料紹介妙音。材料はたったの5つよ。確かにめっちゃシンプルだな。え、待ってどう見ても4つしかないんだけど。牛ひき肉パック A、 牛ひき肉パック B。 同じじゃねえか。 AB って魔物の群れじゃないんだから。なんか種類少ないから少しでも賑やかにした方が良いと思って。そっかそっか、わかりかねるんだぜ。わかってないじゃねえか。お米、おコンソメ、略してお米。紛らわしいんだぜ。シナモン。そういえばシナモンって何からできてるのかな。それはもちろんサンリオピューロランドで捕まえたシナモロールを乾燥させて粉砕したものよ。なんて恐ろしいんだにょん。怒られるじゃ済まねえだろそれ。シナモンはセイロン日系っていう木の皮の内樹皮を乾燥させたものだな。シナモンは紀元前4000年頃から使われていたって記録があって、最古のスパイスとも言われているんだぜ。そんな頃からサンリオピューロランドはあったのにはびっくりね。メカ全サンリオピューロランドから離れるんだぜ。っていうかさりげなくキティちゃんコスしてるのなんなの。あ、これはただのハンペンよ。むしろなんて。そんなわけで材料も揃ったし、材料少ないからスピードで作る覚悟も OK。 それじゃあ調理開始よ。まずは牛ひき肉に焼き目をつけるわ。油を引いてないフライパンでこんがり焼けば OK よ。ここでしっかり火を通しておけば良いのか。この後ご飯と一緒に炊き込むから全体に火を通さなくて大丈夫よ。それじゃあヤムチャみたいに香ばしく焼いておくんだぜ。あれ調理されてるわけじゃないでしょ。そんなわけで牛ひき肉はヤムチャしたら OK よ。同志として採用してんじゃねえよ。お米は1合よ。今回作るのはだいたい1、2人前くらいって感じだな。分量、作り方は概要欄にも書いてあるにょん。そこに規定の線の下くらいになるように水を入れて、顆粒コンソメを小さじ1杯半。シナモンは小さじ1杯。そうしたらさっきやむちゃした牛ひき肉をここに入れて、各ご家庭の魔風場でご飯を炊いていくわよ。なんだそのピッコロ大魔王に厳しい世界は。魔風場は道具じゃなくて技の名前でしょ。チュー、炊けちゃってもね。ん？炊けたら麺になってんぞそれ。炊き上がったら混ぜるわよ。それにしてもシナモンの香りがすごいわね。なんだかこれだけでエニックスな気分になるな。ドラクエ炊いたわけじゃねえから。それ言うならエスニックでしょ。あとは盛り付けなんだけど、ちょっと寂しいからサニーレタスを用意したんだぜ。それと卵も用意しておいたにょん。あー、見事にひっくり返ったわね。これだとごまたなんだぜ。なんかそれめちゃくちゃ浮気してそうね。なんとかリカバリーできた。じゃあここにパセリをちょっとかけて。ハシュエイのデッキ上がり。匂いがシナモンだけど、色は日本の炊き込みご飯っぽいんだぜ。醤油とかは入ってないんだけどね。それじゃあいただきます。シナモンって言ったら甘いものってイメージだけど、油少なめで赤身の肉っぽさにシナモンの香りが合うんだぜ。牛丼って感じじゃないけど、普段食べない組み合わせが面白くて美味しいね。ただちょっと味が薄いかしらね。うん、塩コショウかけるとちょうど良いみたいだね。牛丼って言ってたくらいだし、私は麺つゆをかけ合わねえ。シナモンに麺つゆは合わないでしょ。っていうか麺つゆ邪魔なんだけど。後日マリサ、ちょっとご飯炊いといて。わかったんだぜ。早炊きでお願いね。 OK、 心の中では炊けたんだぜ。生米だろまだ。しばらく後ご飯が炊けてきたんだぜって。なんかシナモンくせー。炊飯器に匂いが残っちゃってたにょんね。